雑徒とは、日本の律令制において、特定の官司に隷属していた、大化前代の職業部に由来する、手工業を中心とした技術を持つ集団のこと。その原点は、朝鮮半島からの渡来人技術者に由来すると考えられ、大化の改新以後の部民制再編によって成立し、主として軍事的技術面で朝廷に奉仕した。名称は、唐の律令制にある同名の制度に由来されるが、唐のように、臎民身分とはされていない。だが、公民や品部のように一般の戸籍には編入されず、雑戸籍という特殊な戸籍が作成されてその身分は、技術とともに世襲化されて官司に直接付属されるなど、臎民に準じた扱いを受けていたと考えられている。五色の志図の一つである。見捧ぎ戸と似た法的身分であるが、雑戸には、公民と同様に、偽装負担の義務を有するところが、見捧ぎ戸とは異なっている。律令制下で確認できる雑戸としては、百済手部、百済籠、雑籠、鍛戸、馬籠と、外戸、馬閑が存在した。なお、他に、鞍作が存在した城と見られるが、詳細は不明である。雑戸は主に都に近い畿内及びその周辺諸国に居住して、その形態には様々な形態があり、百済手部、百済籠、外戸のように一定期間ごとの交替制あるいは臨時に召役されるもの、雑籠籠、鍛戸のように農閑期に官司において労役させられるもの、馬籠戸のように毎年一定の製品を貢納したものなどの形式があった。その代替として調及び増用などの課役の一部が免除され、また兵役も免除されていたが、品部と比較すると、内容、待遇の両面において重労働に従事したと考えられている。その後、律令制の進展によって、臎民身分の削減を目的として雑戸から解放されて公民に編入される例が増加するが、天平16年2月12日には、馬飼雑戸の全面的解放が行われて、雑戸固有の姓を持った者は、一般的な姓へと改められる勅が出された。これは、行政整理の一環であるとともに、大仏建立にあたって雑戸の技術力を利用すると、同時に、大仏建立の知識の体裁を装うためのもの、極論としては、欺瞞的な解放で大仏が完成すれば、旧態に服する予定であったとする見解も有するが、口述のようにこうした解釈のみで説明することは困難な部分もある。その後、天平正法4年2月21日に、本願のある教式、国司に対して、廃止以前の旧雑戸籍を調査して、旧増土であった人々を確定、登録して、それぞれの職種に、旧来のごとく従事させるようにとする命令が出された。またこれに先立って、前年に雑戸と共に解放された馬飼に対して、増用に代わって、それに相当する日数を馬司にて、交代勤務するようにとした、太政官符が出されている。これによって雑戸の復活が行われたと解釈される場合が多く、それが、先の天平16年の勅を一時的なものと、解釈する根拠となっている。だが、この命令を実施するために、旧雑戸籍の調査を命じているのは、廃止以後公民に編入された、旧増土の人々に関する把握が行われていなかった、ことを反映していると考えられ、天平16年の段階で雑戸の復活などを前提にした措置が行われていなかったものと思われる。おそらくは、天平16年当時には、馬飼雑戸の全面廃止の方針が立てられて、実施されたものの、雑戸が関わっていた、軍事物資の生産、調達は、品部が生産していた、奢侈品や高度な製品と違って、民間での需要がなかったものが多かったために、その需要を賄うこと及び技術伝承に支障を、きたしたと考えられ、改革路線の見直し、修正を図ったのが天平正法4年であったと、考えられている。しかも、旧増土の人々は、身分的に公民から雑戸に戻されたわけではないことは、天平正法年間以後に雑戸籍が作成された事実がないことからも明らかであり、
旧造都の人々が徴用されたとしても、実際には、律令で定められた造用の範疇で官司に、奉仕したと考えられる。縁起式には、木工料に単野古372個、左馬司さに階と166個、右馬司さに、同127個、兵庫料に雑工と310個が規定されているが、実際には、官司の使用を受けた、農民層であったと見られている。さらに戦後の一時期において唱えられた雑戸を、中世の戦民の源流とする説は成立しがたく、雑戸制度の実質は、天平16年の時点で事実上廃止され、以後は名目化の一途をたどっていったと思われる。工作、うつぼ作、湯気、矢作、友張、羽根穴、羽冠、北江戸。縁国の例で、紀伊、播磨、尾張が、最も遠いと見られている。ありがとうございます。